そしてメインイベント、ジノマレラ、キラー X、コワルスキーの外国勢と力道山、豊昇、ジャイアント馬場組の60分3本勝負である。先陣を買って出たのは馬場とキラー X。 に任せて馬場を締め上げ、外国勢の反則攻撃に起こった馬場がコワルスキー相手に意地を見せる。馬場のタッチを受けて豊昇が出た。豊昇は150キロのバーベルを軽々と持ち上げる和製コファイである。苦戦する豊昇、満を持して力道山がリングへ飛び込んだ。しかし反則戦法に引っかかる。3人がかりの乱打攻撃、力道山の古傷である左足が徹底的にマークされた。リードロックからすかさずエビ固め、コワルスキーの早技によって力道山は一本を取られた。2本目、馬場が大暴れを見せた後、力道山がコワルスキー相手に空手チョップでお返しに出る。
力道山の逆エビ固め、スコアをタイに持ち込んだ。3本目は6人入り乱れての大乱戦となった。互いに大技を繰り出した末、時間切れ、試合は引き分けに終わった。しかし外国勢の反則に屈せず猛反撃を見せた日本最強トリオの活躍に名古屋のファンは大いに留飲を下げた。